広げていって、うん、くし引きからサイドの真あたり小島を使います。スリー出された栗山、うん、逆サイド、さあ最後詰められるか、うん、最後オウンゴールになりました。クロスが入って誰に当たったか分かりませんがオウンゴールで大宮同点。愛媛の選手たちはその前のオフサイドをアピールしているんですが、主審の旗は当たりません。ラインを上げてたんですけどね、一人残ってたのかもしれないですよね。ここでこのプレーですよね。はい、ここでダイレクト小島、いいプレーだったですけどね、はい、ここは奥に早いですしね。最後は愛媛の小暮に当たってオウンゴール、大宮が同点に追いついています。